はい、こんにちはということで無事にお参りを済ませまして、はい、画角チェックみたいな感じですけど、すごいね、やっぱ日本よりも本当信心深いというか家族でいらっしゃってるとか、まあ日本もね家族で行きますけど神社仏閣、僕は神社仏閣行くんで、まあ家族いないからあれだけど、うちの親は深く掘るとちょっとあのいろいろ面倒くさくなる、面倒くさいって言うとあれだな、まあ一応ね、まあまあ第五派から出られた信仰宗教っていうところにカテゴライズされるところにうちの親は信仰してますんで、僕はちょっとね新温州高野派なんで派閥が違うんですけど、まあでもほぼほぼ得度させてもらったのは高野さんで、これすごくない、超大っぽいっていう苦行僧、いやー暑いね、もうちょい行くとねパタヤが前景が見れんのよ、であ同じようになんか喋ってるお姉さんがいる、これもドネーションボックス、位置関係的になんかそう、これ僕最初の水のやつだと思ったんですよ、あの手を洗う仏足石っていうんだな、仏さんの足を石に表してるっていう、まあやっぱ信心深いっすよね本当に、マジで思う、よいしょ、撮影でザ・パタヤっていう感じの景色、暑い、これが我が町って言ったらだな、これが僕の今大好きなハマってる拠点、あのパタヤですってすげえアナザースカイみたいに言ってるけどはい、パタヤなんですよ、一緒、あれでもインド系の人も来てるな、ヒンズー教なのかな仏教なのかな、わかんない、よし、とりあえずあと僕神社でも仏閣でも基本的にゴミがあった運を拾ったと思うんで拾って帰ります、大体こういうなんか葉っぱとかは拾わないけどね、こういう人為的なものは拾います、そういうのがね陰徳っていうのにつながるんで、そうそう、こんな感じの、いやー自信持って顔を出せるわ、おかげで皇帝のおかげで皇帝になれます、スイッチが入るのちゃんとそういう風に自分のスイッチをどう入れるかっていうのがやっぱルーチンなんで、まあ、朝からずっと喋り続けてますけど、やっぱね楽しいことはずっとやってられますよね、これとかどれがどれかね、これがねまた、あ、ちょっと鳥とかも解放してあげるとなんかその魂の浄化になるとか、まあ、結構あるんですよ、なんかそういうお作法が、タイのそのタイのお作法を知ってお参りに来ると多分すげえ楽しいと思うんで、ってなると現地の人に聞いた方がいいじゃないですか、結構ねカンナビスとかパワースポット好きな人とかパワーストーン好きな人ってパワースポット好きなんでパワースポット何回行ってんだって感じでパッパッってそうなんですよ、神社仏閣パワースポット好きなんですよ、ただ日本だとね大麻文化があったんですけど GHQ のせいでねちょっと日本じゃ今吸えないんで、ただその取り締まった側の GHQ のアメリカの L が普通に吸えるみたいな、しかも調合してくれるみたいな、今日こんな気分だからこういう風になんかないみたいな、それなんで知ってんのって言ったらその LA に住んでた人に出会うきっかけがあったんで、まあ、本当なんでみたいな、なんでだにこれなのみたいなっていうのを子供みたいに聞きまくると海外でも余裕で生活をしていけるっていう例で、はい、あのほぼ英語と喋れないように言っております、インド系の人も多いな、やっぱヒンズー教なのかな、わかんないんだよね、インドの方ってヒンズー教がメイン宗教が一番多いんで、ただなんだろう、バスでいらっしゃっててガーッているんで、あ、今前で撮ってます僕も、こんな感じで、でも日本みたいに勝手に撮んないなみたいなのないから、僕も別に意図的に勝手に撮るとかはないから、あー、よし、カフェ行くかな、ここだけ見たらもうインドみたいな、インドの人だけど、ここだけ切り取ったら、あ、そうそう、あとこれもあんのよ、仏さんに、これ豪華コース、見たことあるんじゃないかな、タイのお寺とかで、すげえ豪華なやつ、これをだからそのこれを持って僕の後ろ の階段の上のビッグブッダにあげるって、これいくらするんだろう、あ、59バーツだ、60バーツぐらい、いや、あー60だから2億、120円ぐらい、マジでさっき20バーツだったよ、40円、あ、違う、80円か、4倍だから、なんで白く240円か、やっぱこれ良くない、なんか花道みたいなもんですよ多分分かる、こうだってそれを持ってる時間結構あるからね、ここ階段あるけどこれ持ってくのにどめ立つよ、テレビして、これ6
動画しながらやってたら僕多分やるけどとかね、こういうのを探しながら歩いてるのが好きなんですよ。あー、ここの画角で使えんなーとか。あ、女性のモンクさんですね、僧侶さんで、暑いので、あとタイといえばね、だいたい台湾もそうだけどくじがいっぱいやたらと売ってるんで、まあ、好きな人はいいんじゃないかな。俺あのくじのルールまだ知らないからやってないけど、中古ってちょっと話疲れたし頑張ったんで、自分への休息を込みにしてちょっとお茶行ってきたいと思います。じゃあね。